皆さん、あの足りれない人狼って覚えてます？静かに、ね、はい。じゃあこの時の投票ももう作戦の可能性お題あれでしょ、うん、お題まだ歌ポンピってすごい人狼、うん、はね、ピンクすごい増えてるから、ね、久しぶりの企画をやってみたいと思うんですが、何でしょう、皆さん、あのさりげない人狼って覚えてます？覚えてない？最後にやったのが3年前2020年の1月の動画でやった企画なんですけど、改めてルールを説明していきますと、まあ、今から全員に役職のカードが配られます。これ大事ね。役職カードは人狼1、市民5でとりあえずやります、うん、はい。で、人狼カードにはプラスしてミッションが書かれていまして、咳払いを3回するとか、くしゃみをするとか、うん、まあ、いろんなミッションが入ってて、だんだん難易度が上がっていくそうです。ちょっとおしゃべりっていうか、普通にトークをしながら誰が人狼なのかを探りつつ、うん、人狼はその90秒の会議の間にミッションをやっていただく。だから、まあ、90秒間でミッションをしつつ、誰が人狼かを見極めつつ、90秒後に誰が人狼だったかを決めると。大変だね。結構スピーディーに進みます、ね、じゃあ早速この中に、はい、役職カードが入ってますんで、じゃあ俺から引いてちゃっていいですか？いいよ、いいよ、いいよ。それぞれじゃあ確認してください。で、これ静かにしとくんだよね。はい。さあこの時の表情も、もう作戦の可能性だよ。90秒の追放会議、この間に誰が人狼か見ていてください。はい、行きます。よーい、スタート。でもグランピング始めましての人は、はいはいはい、とりあえずさ、ヤマの殺さない。あ、いや、ちょっと一夜しかないでしょ、これ。一夜しかない。一夜しかないの。あ、これワンキルなの。もう、あ、やばいよ、これ。確かに、和田さんを殺すのもあれだけど、そういうことじゃないの。え、なに、カツキとコッピーはある。やったこと。これだから雑誌で。あ、雑誌。そうそうそう。俺友達と、モンゴルのね、ゲルみたいなの行ったことある。モンゴル、モンゴルまで行ったの？ゲル、ゲル、ゲル。いや、違う、なんかね、栃木の方にあるんですよ。こんな話はね。俺、お台場の方で。誰と？明星さんの方で。ああ、いいね、いいね。昔和田くんとかで。和田くんか。そう、知ってたグランピング。グランピングは知ってるよ。それこそグランピング誰か好きじゃなかったっけ、その前。嘘。あ、違う。グランピング限定の人がいるの。でもキャンプとか、キャンプはバーベキューが好きな先輩は結構いる。だからコーチくんとか好きだから。あ、コーチくんだ。コーチくん、あれだ、グランピング。もしくは温泉も、そう、温泉も資格持ってるし。そうです、ね、すごっ。そう、アウトドア好きなんですよ。バイクも乗るしね。あ、そうなの。バイカーですか。バイカーっていうの違います。マイカーみたいになってる。マイカー。さあ、でもね、やばいやばい、10秒だ。全然わかんないんだけど誰。そっか、ここから人狼を探さないといけないんだよ。その時間ですよ。ちゃんと戦略外だから正直わかんない。やばいな。何の盛り上がりもなく終わった。ただの宣言話。まあ、1回目だから。うん、探りね、うん。どんなお題か分かんないしね。これでももう誰が自分か分かってよ。とりあえずもう、せーので、マジで分かんない。指さす。うん。せーの。これ、リンネ君。リヤマだ。俺、リンネ。リヤマ。勝つ。リンネ。いや、わかんない。お題わかんないけど、なんかしてるのが銀でしかいなかった。みんなが喋んないからだよ。いや、お題あれでしょ。ジャニーズのタレントさんの名前言うでしょ。じゃあ、銀で三振でもらってくれる？じゃあ、銀で行こうか、うん。はい。じゃあ、主刑者は銀で。ポロ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 ポ。市民チームの勝ち。よしよし。待って、ほら、お前。三人出す。待って、俺。お題すらできてるじゃん。3人出した。5人出したよ。誰？バナさん、カツキ、コンピ、和田くん、コーチくん。うわ。確かにバナさんを殺すのもあれだけど、そういうことじゃないの。え、なに、カツキとコンピはある。やったこと。これだから雑誌で。あ、雑誌。そうそうそう。明星さんの方で。ああ、いいね、いいね。和田くんとか。和田くんか。なんかでもキャンプとかバーベキューが好きな先輩結構いる。だからコーチくんとか好きだから。あ、コーチくんだ。コーチくんあれだ。でもうまいな。でもすごいのは、そのお題まで当てたコンピがすごい。一番はそれだけ。人狼はね、この人すごい冴えてるからね。
皆さん来ましたね。じゃあ確認してください。はいはい、じゃあ皆さん確認できましたね。神道さんからお電話してね。じゃあよーいスタート。なんかさ、うん、俺らってさ、うん、恋バナとかしたことある入所前までだったらいいんじゃない。じゃあいいんじゃない。じゃあ小学校の甘酸っぱい甘酸っぱい小中っぱい。だってこういうの小学校以来じゃん。甘くさい小中こう、まあ人によってはこうもいけるし、もいればえ、こういけるといいの。こうは時効だもんね。こうはもういないんじゃない。いないね。もうジャニーズになって小中、うん、小中年齢的に一番遅く入ったの誰。俺がいくつだ。中2でしょ。中 1, 1じゃあ小学校までしたっけ。いや俺じゃあいい一つ話しいいよ。小学校の時さ、うん、好きな女の子がいて。いたいた。何の子、どんな子ですか。いやなんかずっと天然パーマだったのその子、うん、である日ストレートにしてきて、うん、でボブにしてきたの、うん、すごい好きだったんだけど、うん、なんかある日突然めっちゃ嫌われてんの。それ気になる今。ウヨギさん。で、終わっちゃうよ。なんか。ふざけんなよ。すげえいいとこで切れんじゃないよ。全然わかんなかったよ。ちょっと太鼓しか話してないからね。わかんない。でもこれ太鼓じゃなかったらさ、いやわかんない。そのお題にもよるけど。太鼓じゃない。お題やってないやつ。やってない可能性もあるから、ね。ちなみに俺じゃない。ああ。違う。なんでそのみんなすんなり信じるの。でも人狼ってこういうゲームだもん。じゃあ鼻が回ってくれたら太鼓だからさ。せーの。お、俺コンピ。俺太鼓。俺も太鼓。カツキ。太鼓。カツキ。おお。すごいね。太鼓が参加。なんで？まあ、分かる。太鼓しかそれなかった。そう、太鼓しか見てなかったから。そうそうそう、ストレートに恋バナとかなんかそういうのはな。あれバラさん俺ケーキさせてなかった、うん、いやなんかコンピがこうやってなんか珍しくこうやって前かがみになってたからなんかあんのかなって、うん、ああただ寒いだけかもしれないし、分かんない、それで俺はコンピさせてなるほどね。あと誰だ。カツキリニーは誰。お面も入ってたね。いやなんかその太鼓の次に頑張って走るあの話そうとしてたからなんか仕掛けたくても仕掛けられなかったのかなと思って未達成のオチ、ね、そう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 、そんな、はい、でもまあ結果としては太鼓が多かったから太鼓は全然全然全然ね。太鼓役所発表しましょう。じゃあ行きます。でもこんな大胆と置いてるやついねえからちげえと思う。天市民おかしい。ただ恋話しちゃう。恋話しちゃったやっぱ。じゃあ第2話目、うん、2ラウンド、おーいスタート。でそれである時そこから始まったの。気になるからめっちゃ聞いた。なんか全然話してくれなくなったの、うん、え、なんでだろうと思って、ね、で、中学で、そう、小6の卒業式が終わった後に告白したの、わかる。で、中1入ってで、中1の後半から俺ジャニーズ入ったから、うん、5月くらいから。でもなんかずっと中学も嫌われてて、でなんでだろうって俺ずっと中学校の卒業式までずっと分からなかったの。で卒業式になんかその子の友達経由でなんか俺何したのか分かんないけどごめんねって伝えといてずっと一番怒らせるやつじゃん。そしたらあっちもあっちで全然理由言ってくなくて、うん、未だになんで俺が嫌われてるのかわかんない。じゃあその理由はぜひコメント欄に。そうだあ、やめて恥ずかしい。え、でちなみにあと5、4とかでしょ。やえあと30秒あ、30秒あ、まだあるじゃん。あ、じゃあ俺が幼稚園生の時にどんだけレパートリーやんだよ。ほらなんでそれ、俺ね、うん、俺なだって俺も小4で入っちゃってかないよ。煙すごっ、めっちゃ煙かぶってヤバな。そっか小4なのか。俺小4だよ。事務所入ったの。うん、だ入ったのは一番年あのレイヤ君の次に浅いんじゃない。終わり終わっちゃったじゃん。こんなこと言ってたらまた俺の変な入所話に気を取られてやってた。別か分かんないな。まあということでじゃあ僕は東京できないんだろうな。ニヤニヤしてるから。せーの。俺？カツさん。カツさん。カツさん。やばいな。やばな。やりね、一試合目からちょっと気にはなってたんだよ。え、なんか太鼓のことね。途中の相づちの時になんか変なこと言ってたんだよな。いや太鼓のことなんか代々木さんって言ってたんだよね一試合目。え、うわ待って。え、なんか代々木が。山田のこともさやばなって言ってたわ。あとレイ君とも言ってたし。そう。いやそう一回目なんか。
き間違いかなと思って、これで2試合目もなんか呼び寄さーみたいなこと言ってたから、変わった呼び方しろとかさ。あ、よかった、リンネはそう聞こえてたから、俺もなんかさ、それで呼び寄って聞こえて、じゃあ1試合目のすごい、はい、はい、なんか呼び寄さーみたいなこと言ってて、くねくねしながら、そう、あ、佐々木だから人も聞かれたのか、呼び寄り、そういうことか、オッケーオッケー。お題はそっち系だと思うんで、きっと。佐々木先生の役職、発表してください。はい。私は人狼です。メンバーの名前を間違える。ほらね。言ったでしょ。うん、言ったでしょ。気づいてないかもしれないけど、コンピがみんな言ってて、太鼓のことあって、代々木さんって言って、気持ち悪い、言われすぎるの、源氏さんって呼んだり、あと、レイヤーのこともゲイヤって言ったり、やバーナって言ったり、ウェイって言ったり、あ、こう入れるといいの、こうは時効だもん、それ気になる今、代々木さん、ちなみに、あと、5、4とかでしょ、最後なんで特別に人狼カードが2枚入ってます。いやそれ面白そうじゃん。じゃあ役職確認してください。そうだ、これ2枚入ってるのか、うん、2人いますよね。はい、じゃあよーいスタート。幼稚園って言ったらいいんだろう。先生、好きな先生ってさ、あるね、そういうの。ドッジボールで先生のことめっちゃ、なんかその日めっちゃ強くて、あ、めっちゃ出れるし、めっちゃ守れるしみたいな。おー、かっこいい。そう、先生でほっぺ中されたえぇ、ー、めっちゃ好きな先生だった。え、それ小学生。え、小学生、幼稚園、幼稚園、え、幼稚園でどっちもおるやろ。幼稚園じゃすごいね、活発だね。最初じゃあほっぺ中されたな。でもね、小1の時好きだった人が保健の先生だったんだけど、いい、その人ギャルっぽい人で、ああ、うん、そう、で、その人に俺絵描いていつもあげて。え、その頃から絵描いてたんだ。うん、だって俺、あれだよ、小学校入れば幼稚園以下ぐらいの時から絵はずっとやってるから。紙芝居の絵担当してた。あ、描くの、そう、すごくない。あ、なんかあったね、みんなで。あ、そうそう、一つお楽しみ会みたいなやつ。へぇー、ずっと頼まれてた。保育園、そう、保育園。いやでも絵関係ないけど、塗り絵好きだったな俺。ちょっと関係ある。ちょっと関係ある。そんな関係ない。塗り絵大好きだったな、マジで。塗り絵いいよね。うん、今でもなんかたまにやりたくなってる。やるわ塗り絵。この縁からね、縁を濃く塗って、なんか薄く塗るみたいな。終わった。一人しかわかんないわ。え、こっちの二人。あの、お題全く喋んないっていう。そう。めっちゃ一人が、一人はお題わかったんだよ。決まった皆さん。わかんないけど。じゃあとりあえず刺してみる。一人だよね、まず。とりあえず一人。せーの。え、もうわかんないわ。俺レイヤ君。バルカ。あ、ごめん、バルカ。俺カツキ。カツキ。カツキ。リンネ。あ、まあ、なんでかっていうと、刺しに急にやってるぞって言ったの。ギャグだ。ギャグね。ギャグ入れるパターンだ。1キル1キル1キル。もうこれ確定演出だ。キルだ、確キル。で、あとはもうそれしかないけどね。はい、そうです。いや、これ2回目なんだけどね。前やってたね。俺今回うまく入れたと思ったのにさ、もう。いやでもね、声量的にはうまかった。自分が気づいちゃった。じゃあ、1回やるかな。俺、小1の時好きだった。いやこれで残り人狼が1人。あ、カツキ刺してない人誰だっけ。俺それぞれが怪しいと思った。で、誰タイプでしょ。ドラさんは、え、な、何が怪しいと思った。俺は、めっちゃ見てきた。それはだって話してたから。いや俺もすごい目あった。バラさんはなんでレアさん。こんなこと言ったらすごい申し訳ないとか、すごい失礼な話だけど、幼稚園の頃から絵描いてないんじゃないかって。だって俺3歳からスノーボードやってて、そのゲレンデに行かない日から絵を描いてたから。私見てないね。それはごめん。もう一回ちょっとやろう。とりあえずカツキは食えたから。で、もう一人この中にいる。喋ってもいいんだよね、カツキは。そう、そうね。もっとギャグやってみよう。じゃあ、第2夜目、はい、人狼は残り1人、はい、よーい、スタート。山田の発想行かして、うわ俺の初恋はね、でもね、ちょっと前にね、雑誌で初解禁したんですよ。びっくりで、ちょっと前かと思ったんですよ。初めて解禁したのね。そう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 。
やなんかえ、なんでそれ解禁したの。いやなんかたまたまそういう話になってたの。うわその教えて教えてインタビューで明確初恋っていうか初失恋が失恋そう小1かなの時に、うん、帰り道が途中まで一緒だった女の子がいたので同じクラスでちょっと好きだった、うん、で帰り道こうパーって一緒に歩いて帰っててじゃあここでもう道分かれますよってなった時になんかその急に聞かれたねお互い小学1年生だから、ま、好きな子いるのみたいな聞かれて小学生では分かんないじゃんだからいるよみたいな 君だよみたいなもう言ったのその場で果敢にも俺は、うん、攻め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 ようしたら焦ってんな女の子がそうなんだ私は違うじゃあねが一番美味しいお茶とりあえずこいつもう一回殺そうよそうこいつ殺しもただでさえ悲しいエピソードだからもっと悲しくなった私が違うじゃあねかわいそうだねそこから小一でそんなの食らったのそこで最初の人見知りが発症したかわいそう悲しかったなちょっと待てよマジでわかんないおいわかんねえよわかんないわわかんないわかんないわかんないでもさ、本当にやってるこれこっち側だとしてる結構やばいよとりあえず指さすわかんないからねせーのこれコンピ俺タイプあのさ、あの輪廻バレたなでもまあ今多数決だとバラがこれだよねお題がわかんないじゃあバラさんの役職は役職ないでこれで市民だった時が一番怖いしますマジこれ怖いんですえ、あとここが良くなってじゃあ、ちゃんと読みにちゃんと書いてみようこれで生き延びたら人狼の勝ちでしょ怖これで逃げ切れば人狼チームの勝ちの運命の最後の夜はいはいよーい、スタートいや、その、誰かを探すとかじゃないけどそうね、まあ、流れ的にコンピューを聞きたいよ、じゃあ最後確かにずっと騙すのあ、ちょっと怖いそう確かに唯一言ってないじゃんえ、俺そうえ、俺もでも多分ベタなのしかないな多分太鼓とほぼ同じ幼稚園の頃とか聞かせてもらういやまあ今もは十分可愛いじゃんやっぱ幼稚園よりももっと可愛かったよまあまあねこのグループキモいやつしかいないもっと可愛いなもっと可愛いって、続けてでまあめちゃくちゃまあ持ってたわけよ。そうそう。で、まあ幼稚園だからまあ正直まあ好きか嫌いかなんか分かんないじゃん。でもまあ一番仲良かった子、仲良かった子にキスだった。うわ。いいな。そのタイプ。恥がないからね。モテエピソードばっかりやん。一番いいなと思ってたからいいね、好きな子からキスされるのそう幸せだよな一番楽しそう好きじゃないって言われたんだもん人狼より恋バナ目にえ、分かんないわえ、本当に分かんないマジで分かんないマジで分かんないわそれも諦めてたもんマジで分かんないとりあえずコンビアの下に行こうと思ってこれで当てずっぽで当てられても分からん、マジで人狼に3票入ったら人狼の負けにしようよあー、なるほどねみんな同じだったそうそうそうオッケーオッケーでも決まったじゃあ指さしてくださいせーのうわーコンピからみんな呼ばれたんだレイヤコンピ最高レイヤおレイヤだ俺多分レイヤのお題これ多分まんべんなくみんなに振るだと思うお題をあーあーなるほどねいきまーすほらー誰だよ誰誰誰人狼うちご嘘つくない嘘つくないよほんとほんとお前だじゃん誰こっちだえマジでえおはははえ小声になるなんだよいや、わかりすぎわかんねーなんだそのお題めちゃくちゃむずいそれは逆ねすごいなんなんそれえ、そんな誰いつ小声になったタイプあお前たまにさ急に静かになるからそんなと思うえこれ強くねいやうまいよじゃあ今もは十分可愛いじゃんやっぱ幼稚園よりももっと可愛かったけどまあまあ、ね、仲良かった子にキスだったうわ
いいなぁ。その際で恥がないからね。モテエピソードばっかりやん。3年ぶりのさりげない人狼終わりましたけど、うん、どうでしたか。でも普通で楽しかったね。大根の恋場に来ててよかったわ。よかったっしょ、うん、ということでちょっと3年ぶりのリバイバル企画でございましたけども、はい、皆さんももう一度やってほしい企画があったらぜひコメント欄の方に教えていただければなというふうに思います。はい、はい、ということで以上セブンメン侍でした。ありがとう。バイバイ。せーのどうもセブンメンサムライです。焦げる焦げる焦げる。今回の企画はキキバーベキュー。キキバーベキュー行けますか。ちょっと待って、急にやめてよ、そんな言わないで。それでは食べてください、どうぞ。何これ、何これ。そんなもん食ってねえべ。何これ。乗るなよお前。焼いてた温度じゃねえのよ、口がよ。じゃあみんなで回答を言ってください。はい、せーの。